スイングドアスイングドアはヒンジを軸にドアパネルが前後両方向に回道開閉するドアのことを称する。このコーデはスーパーマーケットをはじめとする商業店舗や工場において間仕切りとして使用される建具であるスイングドアについて解説する。一種のグラビティヒンジによって通常のドアのようにドアノブを回しながら引くかを押すといった開閉動作を必要としないのが特徴。 店舗や倉庫などにおける搬入搬出の際、荷物を積んだ台車やカゴ車をドアに押し当てて通過することができ、その後ドアを閉める動作を必要としないため、作業性を損なわないドアとして普及している。構造は、ランバーコア合板の芯材にステンレス、またはアルミの表面材を重ねたものが主流である。衝撃を与えることを前提としたドアのため、強度と耐久性は非常に高く、 使い方によっては十数年以上の使用に応える。近年は大手スーパーチェーンを中心に店舗の売り場側にドアが開かないように対策を施す事例が見られる。バックヤード側から店舗内へ吹き込む風への対処や来店客との衝突を防ぐ安全確保が目的とされる。日本における歴史は スーパーマーケットという業態の発展に少し遅れて、1970年代後半に入ってからとされる。経緯は定かではない部分も多いが、輸入商社である日本ユニフロー販売が、米国アライアシンコーポレーションのイージースイングを輸入販売したのが講師とされる。当時のダイエーやジャスコといったナショナルチェーンに採用されたのを契機に普及が加速した。今日では、 スーパーマーケット以外の業態でも、セブンイレブンやローソンといったコンビニエンスストアをはじめ、ドラッグストア、ホームセンター、飲食店などの各種商業店舗、工場において使用されている。特定の業態、業種における採用頻度は高いが、市場規模は推定で20億円程度とされる。大手建具メーカーも参入せず、実質2社が市場を支配する日中市場である。 中でも早々期にアライア新社の製品を国内に持ち込んだユニフローが今日まで交渉8割という高いシェアを保っている。開拓時代のアメリカ西部ではウエスタンサルーンと呼ばれる施設があり、入り口に前後に開閉できるスイングドア状の扉が付けられている。日本では向こうが見えて間が仕切られているこの形式のドアをウエスタンドアと呼ぶこともある。ありがとうございます。